ゼネラルモーターズ、ホールデンホールデンは、1913年から2017年まで乗用車を製造したオーストラリアの自動車会社並びに乗用車、商用車を販売する会社及びそのブランド。1931年から GM 傘下ということもあって、GMH や GM ホールデンと呼ばれることもある。ホールデン&フロストプレミス、グレンフェルストリート、アデレード1951年50から2106。ユーティリティオーストラリア唯一の自国独自ブランドの自動車メーカーで、ジェームス・アレクサンダー・ホールデンが1856年にアデレードでバグ製造の会社として設立したのが起源である。1908年から自動車内装の修理業に参入。1913年にはサイドカーのボディ製造を開始。1917年以降第一次世界大戦による輸入制限に伴い自動車ボディの製造に参入し、1919年に JA ホールデンは新会社、ホールデン、S モーターボディビルダーズリミテッドを設立。1923年には年産1万2000ユニットを製造する規模となる。またフォードオーストラリアのジーロング工場が完成するまでの間、同社向けにボディの組み立てを行った最初のメーカーでもある。そして1924年にゼネラルモーターズ、オーストラリアの専属ボディサプライヤーとなる。1926年、GM はコンプリートノックダウンのシャーシに HMBB のボディを組み合わせた車両の組み立てを行う工場を豪州各州に設立。1930年には3万4000台を生産していたが、世界大恐慌の影響で、翌年にはわずか1651台に減少した。1931年にゼネラルモーターズは HMBB を買収し、ゼネラルモーターズオーストラリアと合併、ゼネラルモーターズホールデン、S リミテッドとなる。また1920年代には、メルボルン市内を走るトラム車両の製造も行っていた。GM の買収後は、グループの一員として、シボレー車等のノックダウン生産をはじめ、シボレーやビュイックの影響を受けつつも、オーストラリアの国情にあった独自の中型車、ホールデン48から215を開発し、初めてホールデンの名を冠した自動車として1948年から生産を開始した。アメリカ車の平均より若干小柄だが、ヨーロッパ車よりも大きい独特のボディサイズ設定はアメリカ同様に広大な未開地を抱えるオーストラリアならではの設定である。1970年代以降は自社開発の大型セダンとその派生車種のほか、欧州、日本の GM 系メーカーの一部車種をライセンス生産もしくは輸入している。1984年からはバトンプランによって登場した計7車種のうち、トヨタ自動車と3車種、日産自動車と1車種のバッジエンジニアリングモデルが登場した。このうち最後まで残ったのが、ホールデンアポロとトヨタレクセンで共に1997年に販売を終了している。1990年代、小・中型モデルはオペルベースの車種が中心だったが、コスト削減のためそれらは徐々に GM だいぶシボレーベースに置き換えられていった。1998年にゼネラルモーターズ、ホールデン、S リミテッドからホールデンリミテッドへと社名を変更している。2000年代に入ると、自社開発車種のオーストラリア国外への展開にも積極的になり、2000年代半ばにクーペのモナーロを、アメリカではポンティアック GTO、イギリスではボクスホールモナーロの名称で、それぞれ OEM 供給していた。また、2005年から、スティーツマンの韓国及び中国への輸出を開始し、それぞれ GM ダイブ、スティーツマン、ビュイックロワイオムの名称で販売された。その後 WM 型スティーツマンが、ビュイックパークアベニューとして販売されている。2005年には、サーブオーストラリアを統合した。2008年には、ベイ、コモドアが北米で、ポンティアック G8 として発売されたが、ブランド廃止に伴いわずか1年で打ち切られている。2013年から VF コモドアが、シボレー SS として再び、北米市場で販売されていた。2013年12月、GM はホールデンに関し、現地生産を2017年末までに終了すると発表した。2017年10月、工場閉鎖に伴い、操業を終了。以降は、すべての車種を輸入に切り替えた。全国に約200カ所あるディーラー網と人員は維持する。2020年2月17日、GM は2021年をもって、ホールデンブランド車の販売を終了することを発表した。向こう10年間は部品の供給などのアフターサポートサービスを継続する。今後、オーストラリアやニュージーランド市場では特定車種の販売を行う方針が伝えられている。1968年、HG モナロクーペ GTS1978 年、VC コモドアイルステーションワゴン1988年、VN コモドアカレー1997年 VT コモドア SS2006 年ベイコモドア SS2013 年 VF コモドア SV 62018 年 ZB コモドア LT は2020年7月、現在の現行車種ホールデンの主力モデルであったコモドアはフォードファルコン、トヨタカムリなどと共に同国で最も人気が高い車種であり、警察、政府関連、タクシーなどに多数採用されている。かつて1970年代まではフォルクスワーゲン、ルノー、オースチン、日産、クライスラーなど多くのメーカーが現地工場を持ち乗用車の生産をしていたが、撤退が相次ぎ、1994年にはメルボルンに存在していた日産の工場が閉鎖され、2008年3月いっぱいでアデレードにあった三菱の工場も閉鎖され、その後、国内で乗用車を量産していたのは、ホールデン、フォードオーストラリア、トヨタの3社だけとなっていた。しかし、近年の人件費の上昇や、オーストラリアドル高、経済協定の締結などもあり、フォードオーストラリアは2016年10月に、オーストラリアでの自動車生産から撤退することを2013年5月23日に発表し、2016年10月7日に操業停止。トヨタも2013年12月12日にトニー・アボット首相に対して撤退を示唆する発言を行い、2014年2月10日に撤退を正式に発表し、2017年10月3日に操業停止。最後まで残っていた。ホールデンも2017年10月20日をもって生産を終了することで、オーストラリア国内における自動車生産は消滅し、全メーカーが輸入販売をすることとなった。日本におけるホールデンの知名度は低いが、1973年からイスズエ、ステーツマンでビルを OEM 供給していたことがあるほか、マツダも大型セダンであるプレミアのボディを購入、輸入し、それに、自社の13バイト型ロータリーエンジンを搭載した最高級車ロードペーサーを生産し、1975年から1979年まで販売。また2005年からスズキが販売したシボレーオプトラの日本使用車に搭載されるエンジンはホールデン製である。2004年から愛知県を中心に展開する輸入車販売会社オートプレステージが SSQ とHSV-0R8 を中心に少量ではあるが、ホールデン車の輸入、販売をしている。ありがとうございます。